女優の足立梨花、22、とジャニーズ WEST の藤井流星、21、が、相葉雅紀、32、主演のフジテレビ系、ようこそ、我が家へ。4月13日、スタート、月曜5級、0、で月9初出演することが24日、わかった。NHK 連続テレビ小説、あまちゃん、などで人気者となった足立は、同局ゴールデン帯の連ドラは初となり、月9出演、とても光栄に思います。不安とワクワクが今の私に襲いかかりますが、自分の持っているものをすべて出し切り先輩方に食らいついていきたい。新たな自分を出せるよう頑張ります、と話す。一方の藤井は2年ぶり2度目の同局連ドラ出演。子供の頃からずっと見ていた月9に出演することは一つの夢だったので、すごく嬉しい。事務所の先輩でもある相葉さんの背中を見ながら頑張りたい、と意欲を見せる。ドラマは、半沢直樹、シリーズなどで知られる直樹賞作家、池井戸潤さんの同名小説が原作。気弱で争い事が苦手な主人公、倉田健太、相葉、が駅のホームで、割り込み乗車をしようとした男を柄にもなく注意したことからストーカーの恐怖にさらされていくサスペンスタッチのホームドラマ。足立は、有村架純演じる健太の妹、奈々の親友役、藤井は七名を追い回す元彼に扮する。つきくむきのテーマじゃないな。最近ご利用しされてるな。寺尾さん出るのかよ、まさかストーカー役じゃないよな。相葉のお父さん。そっか、さまよう派みたいにじっとりと犯人を追い続ける感じでストーカーやられたら怖いと思ったけど親父さんか。外見的には相葉と親子で会ってるかも。知り出すしかない状態から随分売れてきたな。アダッチーも手の届かない存在になってしまった。もうサッカーの仕事はしないのかケツは。出始めの頃は好きだったが、出過ぎて飽きたな。主演が相葉な時点で見ない。あんな望遠には学芸会でも主役下ろされるレベル。親しみやすい顔が好きだな。題材は面白そうなのに相葉主演って時点で論外。最後までご視聴いただきありがとうございます。随時更新していきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。また、次の動画でお会いしましょう。